はい、ビジネスに走りました、はい、お金儲けに走りましたとかって、やっぱり無料で提供するって本当はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですが、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、皆さんに大切なお知らせがあります。まあ何かというと、私ファンクラブを立ち上げました。まあ、ファンクラブというものを自分で立ち上げるのかという疑問はあるんですが、ちょっと前回の生配信の方でも発表させていただきましたが、10月1日日に、ファンクラブを DMM さんのその一応オンラインサロンみたいなそのページの中でファンクラブという形で作らせていただきました。なぜファンクラブを作ったかという話をさせていただきたいなと思うんですが、まあ、この約3年間 YouTube の活動を行ってきて、まあ、いろんな方々と出会ってお話をしていく中で、やっぱり私は障害とか福祉っていうのをボランティアとしてやっていくのは違うんじゃないかなというふうに今でも思っています。ですが NPO 法人さんであったり一般社団法人でやられている団体さんもたくさんあって、その NPO 法人じゃないとできない現状であったり、 NPO 法人だからこそできる現状であるっていう事実というかね、そうじゃないとできないんだなっていう事実も知りました。でもそんな中でこういうイベントに来てほしいです、こういうのをもっと発信してほしいです、ただ交通費をお支払いするのは難しいですよとか、その謝礼金というかそういうの出すのは難しいんですけど SNS で発信してほしいんですよっていう依頼もたくさんいただきます。ただそれをじゃ あのお金が出ないから行きませんっていうことでは、私自身としてはなんか違うんじゃないかなと思っていろいろお邪魔させていただいたりはしてたんですけど、やっぱそれだけを続けてしまうとなかなか私の方のその体金銭面での体力とかいろんな部分での体力っていうのは続かないなぁと思いました。やっぱり私自身ボランティアとしてねそういうのをやっていくんじゃなくて、障害があっても仕事ができるんだよというかビジネスができることを伝えていきたいなというそういう考えもある中で、そればっかりしていくことが正しいことなのかっていうのも若干いろいろ悩んできました。なので今回そのファンクラブを立ち上げさせていただいて、まあ、応援という形で皆さんにも支えていただけたら嬉しいなと思っています。なのでその支えてくださってるそのファンクラブの月会費をもとに団体さんに出向いていろいろ周知をお手伝いしたりとか、障害のある人の発信の方々って増えてきたと思うんですね。でコラボしてくださいとか、なんかぜひお話伺いたいですとかって言われることもあるんですけど、それもやっぱまだまだ費用がちょっと出せないんですけど、近くにいらっしゃった時に、お会いできればみたいなこともありまして、なんかそういうのもちょっとずつそういうコミュニティを作って、アドバイスできる環境があったらいいなとか、ファンクラブの費用をもとになんかそういう方たちにも出向いて何か私に力になれることがあったらできるようになりたいなというふうに思っております。もう一つとして、もっともっと皆さんとお話しできる、本当に1対1に近い状態でお話しできる場所っていうのも欲しいなと思いました。まあ、私が何ができるかなと考えた時に、やっぱいろいろいろんな方々とお話ししていく中で、私の考え方とか生き方が少しでも参考になってるんだなっていう話、あの 現状というか現実を知ったので、なんかそれだったらもっともっと皆さんと近くでお話ししたい。ただその DM とかをいただいてそれにお答えすることもありますけど、ただそればっかりをやってるとやっぱりどうしても私の時間っていうのが奪われてしまうので、まあやっぱちゃんとした場を設けることっていうのは必要なんじゃないかなと思いました。 YouTube って、一応情報がね、情報を発信させていただいて、皆さんはそうやって無料で見れて、で広告費を、まあ、その YouTube の収益としていただくんですけど、まあ、その見てくれてるからこそっていうのもありますが、やっぱり情報ってそもそも無料で配信することが
結構特別なことだと思ってるんですね。私自身いろんな方々が自分自身がいろいろ動き回って得たものをやっぱり無料で提供するって本当はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですが、そこはそこでもやっぱりビジネスとしてやらなきゃいけないところはやらなきゃいけないところ、やっぱ自分が潰れないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをやっぱり考えなきゃいけないなと改めて思いました。私の YouTube とか SNS を見ている中でも元気もらってますっていう方々も実際お会いした時、例えば道端でお会いした時とか、たまたま電車でお会いした時とか、こういう時ってどうしたらいいんですかねって、なかなかポジティブになれないんですけど、どういう風な考え方をしたらいいですかっていう風に聞かれることがたくさんあります。なのでやっぱそういう普段は発信してるけど、やっぱり皆さんが改めて自分の声で自分が思うことを聞きたいな、相談したいなっていう場を私は作りたいなと思いました。ビジネス会員とかプラチナ会員とかダイヤモンド会員っていうその会員分けでちょっと少し待遇は変わってくるんですが、皆さんとこうもっともっと深いお話をしてね、一人一人の皆さんの心がもっと前向きになれるようになったらいいなと私は思いますし、なんか少しでもモヤモヤが晴れるきっかけを私とお話しすることで取れるのであれば、なんかそういう場としてこのファンクラブを作っていきたいなと思います。でまたそのファンクラブなので、そのファンクラブさん同士のもしね交流会もあったらいいなと思いますし、だんだんそのコロナも落ち着いてきていろいろできるようになったので、ファンクラブさん限定のオフ会であったり、そういうのもいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひ詳細をね確認していただいて、引き続き私を応援していただきたいなと思います。なんかこういうねことをやっていくと、はいビジネスに走りました、はいお金儲けに走りましたとかっていう方々もいらっしゃるんですが、では大事です、ビジネス大事、お金儲け大事、私が今発信者として皆さんから認められているのであれば、やっぱ私自身もそういう立場として続けていけるように、皆さんと一緒に何かね発信できるような力を続けて持っていけられるようにやっぱしなきゃいけないので、それは一人ではねなかなか難しいので、皆さんと一緒に歩めたらなと思います。会員さんになると特別私のオリジナルグッズを、T シャツとかじゃなくて、まだ、皆さんに見せたことない他のね私のその EC サイトとかでも販売したことがないオリジナルグッズをプレゼントしますので、ぜひそちらも確認していただけたらと思います。はい、ということで今日はファンクラブを立ち上げましたよというお話でございました。もっともっと活動を頑張っていきたいですし、もっともっと皆さんにとって楽しい、なんか心が晴れるような関係性を作っていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いしますということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。